そうなんだ。じゃあこの可愛らしい人形は何に使うものなのかしら。それは外の世界で使われる弾幕訓練用のおもちゃだね。小さいガラス玉を弾幕の代わりに飛ばし合うものだよ。特別な能力がない人でも弾幕遊びをすることができるらしい。外の世界の人たちも弾幕ごっこをするのね。さっきから何をずっと眺めているの？これは僕の大事なお宝さ。今日のように雷雨のひどい日ほど美しく輝く秘宝、ゴールドスフィア。ゴールドスフィア。どうしたんだい？おい、これは商品じゃないよ。僕の大切な金の玉だ。勝手に触らないでくれ。見せて。いや、ね、やめたまえ。よく見せてよ。ね。僕の大事な玉が、金の玉が、うわっ！大丈夫？凛之助さん？ああ、大丈夫さ。問題ないよ、レイ。どうしたんだい、レイム。そんなに僕を見つめて。ものすごく邪悪な力を感じるわ。あんた、本当に凛之助さん？おいおい、僕は僕だよ。おかしなことを言わないで。そうは思えないけどね。いけないな、あれ。あまり僕を怒らせない方がいい。僕がその気になったら、君なんてどうにでもできちゃうんだからね。凛之助さん、それ。なんなら試してみるかい？君程度の力では話にならないと思うけどね。言ってくれるじゃない。それにしてもいい気分だ。今なら自分の望み何でも叶えられそうな気がするよ。そうだ、手始めに降臨堂を繁盛させてみようか。は？そんなことできるわけ。不可能な話ではないさ。幻想郷の人口を数倍に増やしてやる、それだけで。
降臨道を必要とする者が相対的に増えるはずさ。おや、目の色が変わったね。どうやら幻想郷の住人を複製するよりも前にやるべきことがあったり。ハクレイの巫女、君に凛之助さんの様子が明らかにおかしい。何とかして正気に戻さないと。とはいえ相手を説得するなんて私の趣味じゃないのよね。凛之助さんを叩き伏せる。話はそれからよ。二重決壊。こんなところで。ここは一時撤退よ。ほう。切れたみたいね。窓がカラカラだわ。水、あ、しまった。持ち物は全部降臨堂に置いたままだったわ。ちょっとショック。いくら不意をつかれたとはいえ、この私が負けるなんて。あれは明らかに人知を超えた力だった。凛之助さんの身に一体何が起こっているの？まあ考えても分からないし、とりあえず神社に。
るから。いなかったら、あれ、あんたは、お主は、確か、ハクレイレイムとかやかな。私のこと知ってるんだ。我の名はモノノメノフトだ。覚えておるだろ。悪いけど、退治した妖怪の名前なんていちいち覚えてないな。我は司会戦だぞ。妖怪なんか馬鹿にしているだろう。我は司会戦とはいえ千人ぞ、敬うがよい。最近千人を自称する奴がやたらと増えた気がするわね。まるで千人のバーゲンセールだわ。なんだそのバーゲンというのは。積んでいたのだ。ねえ、人知れず死にかけていたと。面目ない。新しい風水の技を試していたら、うっかり足元に大きな沼を作ってしまってな。で、うっかり沈みかけた。バカはこんなところで遊んでないで、さっさと家に帰りなさいよ。誰だって帰れるものなら帰りたいわ。何よ、帰れない理由でもあるわけ？その、道場を追い出されてしまってな、帰ることができないのだ。そうなんだ。おお、我の話を聞いてくれるか？え？誰もそんなこと言ってない。我は司会戦だ。数いる千人の中で最も来るゆえに、妖精などと別称されることもある。だから我は一流の千人になるべく修行をすることにした。おっと、お主が考えているような普通の修行ではないぞ。食事中は不慣れな左手を使用し、椅子には 0.3 寸ほど尻を浮かせます。中にも気を抜かず、湯水の抵抗を利用し筋力を鍛えておる。まあ一見すると地味な修行だが、このような厳しい訓練を絶えず行うことで一流の仙人へと近づくことができるのだ。本当に地味ね。子供の頃にやった修行ごっこを思い出すわ。ところが、あれは風呂場で修行をしていた時のことだった。その日は気分が良いな。新技のアイデアがひらめいたの。我は新たな力の目覚めを信じ、大声で叫びながら力を込めた。するとどういうわけか大規模な竜巻が発生してな、道場の風呂場を跡形もなく破壊し、破壊しよったのだ。再び加熱し、適温にできそうな気がしたのだがな。力が強すぎて竜巻になってしまうとは、完全に予想外だったわ。全裸のまま外に吹き飛ばされて風を吹くかと思ったぞ。聞かなかったのね。その後、風呂場の件で皆と揉めてな。
たたまれなくなって家出してきたのだ。追い出されてって言ってなかったっけ。なんだ、言葉のあやだ。追い出されただけじゃないなら、おとなしく噛んでばいいじゃないの。我にもプライドがある。自分が仙人になるまで道場には帰れん。しかし、どうしたら一流の仙人になれるのか見当もつかなくてな。お主は顔が広そうだし、仙人の知り合いがおったら我に紹介してくれぬか。いやよ、面倒だし。お主ならそう答えると思っていたぞ。無論ただでとは言わん。ほう、お主も知っての通り、我には風水の心得がある。応用次第では人の運気を操ることも可能だ。健康、恋愛、金運などあらゆる運気を向上させることができる。金運、我の望みを聞いてもらえるならこの力をお主に貸してやろう。どうだ、白霊の巫女よ。悪い話ではないと思うわ。私は紹介するだけだしね。出てみっか。おお、助かるぞ。紹介するのはいいけどさ、お願いだから面倒だけは起こさないでね。いらぬ火の粉を入れるの絶対に嫌。うむ、任せておくがよい。さあ、ふつふつしてはならんぞ。なんだかろくなことにならない気がするわ。Thank you.
っと帰ってこられた。それにしてもいい天気ね。さっきまでの雨が嘘みたい。うむ、気持ちがいいな。お腹も空いてきたし、一休みしよう。悪霊の巫女ともあろう者は無断で神社を留守にするなんて感心しませんね。せめて戸締まりくらいはしっかりなさい。うわ、嫌な奴が見つかったわ。お説教なら後にしてよ。面倒に巻き込まれて疲れてるんだからさ。どういうことですか？降臨堂でね、いろいろとあったのよ。凛之助さんが弾を見せてくれないから無理やり触ろうとしたんだけど、ボコボコにされて手ぶらになったあげて息も絶え絶えでご帰還みたいな。何が何だかさっぱりわかりませんが、何らかの異変が起きたということと、あなたがボコボコにされて逃げ帰ってきたということはわかりました。もう少し情報が欲しいところですが、異変ということなら悠長にはしていられません。あなたはすぐに異変調査の準備をしてください。私はその間にできるだけ情報を集めておきましょう。今から？今日はもう遅いし、明日から本気を出すってことで。まあ、人間のクズみたいなことを言って。人間のクズって。仕方がありませんね。明日になったらちゃんと本気を出すんですよ。わかってるわよ。白霊の巫女に二言はないわ。レーヌ、レーヌ、なあ、無理や。起きなさい、レーム。もう朝ですよ。おはよう。ゆっくり休めましたか？ほら、着替えです。それと、朝ごはんも用意しましたよ。剣について私の方でもいろいろと調べてみました。ん？それで？あなたが言っていた通り大変なことになっているみたいですね。降臨堂があったと思われる場所には巨大な塔が建っていました。私は降臨堂を見たことがありませんが、知っている人に聞いてみたところ、どっからどう見てもこれは降臨堂じゃないぜ。階層？いや、さすがの降臨もこんな趣味の悪い階層はしないだろ。とのことでした。何らかの異変が起きているのは間違いないでしょう。あんたって何でも知ってそうだけど、降臨堂は見たことがなかったのね。
さすがの私も何でも知りませんよ。知っていることだけです。あなたが思っているほど私は世俗に詳しくないんですよ。確かにそういうことには興味なさそうですね。そんなことはありません。楽しそうなことは楽しそうなでしょう。それなりに興味。地獄の奴らの仕業じゃないの。壁抜けの仙人を殺すために似たようなことをしてたじゃない。私もそう思って死神に確認してみましたが、どうやら違うみたいです。なんだか死にがあるんだよ。それだけじゃ。幻想郷の人口が大幅に増加しているようなのです。そういえば凛之助さんが言っていたわね。幻想郷の住人を複製するとかなんて。複製？なるほど。同じ顔をした住人が何人もいたのはそういう理由からでしたか。話しかけてみたところ、問答を無用で襲いかかってきたので、おかしいとは思っていたんですよ。昨日は疲れていて気にも留めなかったけど、帰り道で襲いかかってきた連中も複製された住人だったのかもしれないわね。思わず全力で撃退してしまったので、その後それぞれの自宅へ謝罪しに行ったのですが、誰の心を言っても口を揃えて全く心当たりがない。本人たちの体にも特に異常はないようでしたし、まさに狐につままれたような気分でした。知らない間に自分のそっくりさんが暴れているなんて迷惑な話ね。不正体は話しかけても返事をせず、いきなり襲いかかってくるのです。見分けることはさほど難しくないでしょう。昨日襲いかかってきた連中もそんな感じだったわ。それと不幸中の幸いと言っていいのでしょうか。人里方面に普段の不正体は出現していませんでした。今はまだってことでしょう。これ以上被害が拡大する前に何とかしないとね。はい。それと地殻変動が頻発しているようです。私も何度かこの辺りを観測してみましたが、その度に地形が変化していました。今までの土地勘は全くと言っていいほど当てになりません。注意した方がいいでしょう。異変が解決するまで神社に引きこもっていたい気分だわ。何を言っているのです。自分の本業を忘れたのですか。いや、私の本業は白龍神社の巫女であって異変解決屋じゃないんだけど。あら、そうなのですか。私はてっきり。そんなことより、分かったことはこれで全部なの。いえ、最後に一つ。私は情報を集めるために幻想郷のあらゆる場所を回ってきたわけですが、行く先々でさまざまな道具が落ちているのを見つけました。おそらくは幻想郷の住人たちと同じく複製された道具だったのだと思います。なんでそう思うの。誰かの落とし物かもしれないじゃない。最初は私もそう思いましたが、私の持ち物やこの世に一つしか存在しないはずの道具も大量に落ちていましたからね。複製されたとしか考えられないわ。
あなたがさっき食べたおはぎも外で拾ってきたものですよ。え？冗談です。あれはちゃんと人里で買ってきたものですから安心してください。朝っぱらから笑えない冗談はやめてよね。では話を戻しましょう。ボーリングのあった場所に出現した塔と、塔の周りにだけ降り続けている雨、そして幻想郷の住人や道具の複製体と、幻想郷全土で起きている謎の地殻変動、解決しなければならない問題が山積みだということがよく分かったわ。それが全て凛之助さんの手によって引き起こされた。ゴーリングの選手はそのような真似ができるとは思えないんですよ。今の凛之助さんは普通じゃないの。何かに操られているみたいな。強さも尋常じゃなかったし、何ができても不思議じゃないわ。確かにそれは気になりますね。今なら自分の望みは何でも叶えられそうとか言っていたけど、今起きている異変はその望みってやつなのかしら。そう判断したいところですが、今のままでは情報が少なすぎます。まずは例の塔を調査してみる必要があるでしょうね。はあ、やっぱりそうなるわよね。大丈夫、案ずるよ。神社の境内っていつの間に。動物たちが一晩でやってくれました。異変調査に役立つテクニックを学んだり、厳しい訓練によって己の腕を磨くこともできますよ。検討しておきます。ではそろそろ行きましょうか。ちょっと待て。お主、我のことを完全に忘れているだろう。うわ、もしかして昨日からずっとここに。あはは、いや、ちゃんと覚えてたわよ。おいのくせに翌日まで放置とは。この人手がしめ甘い。その程度の覚悟で一流の仙人に修行してもらおうなんて、考えが甘すぎる。本当にやる気があるのなら、何日でも何年でもここで石のように待ち続けなさい。我はいつまでも可能な仙人のままなのだ。
ができるほど偉くなったのですか？お主は？はじめまして。私は仙人の茨風というものです。あなたは？これはこれは、挨拶が遅くなりました。我は物の目のふと、1400年の時を経て現世に復活した歯科医生です。あなたも仙人なのです。しかし我はまだまだ半人前なのです。一流の仙人になるためにこの神社を訪れました。どうかこの我に修行をつけていただきたい。私もまだまだ修行中なのです。他人を指導できるような立場ではありません。これまでの物腰や言動、そしてただならぬ気、一流の仙人に違いない。いえ、決してそのような。少なくとも我よりは立派な仙人様。どうかこの哀れな歯科医生を導いてほしい。こんな風にお願いされたなんて断るのに気が引けます。それでは、まずは小手調べです。あなたの実力を見極めさせてもらいます。霊夢と協力して今起きている異変を解決してきてください。ちょっと待った。私はこんな奴と協力する気はないわよ。どうせ足を引っ張るに決まってるし。彼女と行動することはあなたのためにもなると思いますよ。そうは思えないけどね。ほら、情けは人のためならずって言うじゃありませんか。このような行いもやがて良い報いとなって自身に戻ってくるはずです。なんだかすごく面倒なことを押し付けられている気がするんだけど。うはうはがっぽり。仕方がないわね。そこまで言うならあんたと協力してあげるわよ。おお、さすがは白霊の巫女。砂の大きさが違うな。になるのだから宿代としてお主にこれを貸してやろう。宿代？金目のもの？どうしてすぐそういう発想になるのだ。金目のものではないが、なかなか役に立つものだぞ。同じ種類の材料を組み合わせることでその材料を強化することができる大発明。この名も、かわしろ。あれ、かわしろ、かわしろ、せいせい装置、略して、ミトフュージョン。なんと、そっけない反応だ。詰まっててボタンが押せないじゃない。なんだと？そんなはずは。本当だな。昨日沼で溺れた時に泥水で壊れてしまったのかもしれん。あんたもそいつもポンコツなのね。存分に役立てるがよい。壊れているのに
どうやって使えっていうの。言っておくが、貸してやるだけだからな。間違っても取ったり捨てたりするでないぞ。はいはい、使えもしない大層なガラクタをどうもありがとうございます。そんな余裕なんてないわよ。それに関して